ずっと前から好きでした。やってほしい。ちょっと待ってね。ずっと前から、あ、ハニワさんのやつか。 あれか。突然喋るやん。声部開いたの今突然喋ったわ、誰か。でもあれがないんだよな。なんだっけ。ずっと前から好きでした。あれだよね、アフレコ企画のやつだよね。待って。たった。好きなの。やるか。これを見ながら、画面キャプチャーとかした方がいいかな。その方が面白いかもね。あ、ニコからでやろうか。アフレコ企画のさ、多分さ、ニコからあるよね。あるー。オフボーカル。オフボーカルやつー。すげえ。ちょっと。どうしよう。あんまり今日低いの出ないからな。女の子の声あり。ちょっとまず夏希に徹してみよう。夏希に徹してみよう。じゃあ。ちょっと待ってね。一瞬切れるよ。一瞬放送切れるよ。意外と。はい。ね、そう、前投稿してたけどね。どんなボケするのかしないから、普通にやろうと思ってるだけだから。はい。でもね、アフレコはね、楽しいと思うわ。投稿して、はい。待って！違うな。ちょっとね、急に始まりすぎて、ちょっと動揺してしまった。なんて全部嘘。ユウのことが好きで好きでたまらないの。私、女の子らしくないし、焼き餅だって焼くし、デートもいっぱいしてくれないと嫌だし、わがままだし、バカだけど、だけど私と付き合ってほしいの。笑われた。そんなの俺じゃなきゃ無理だろ。お前は何を言っているんだ。こちらこそよろしくお願いします。突っ込んじゃった。受けるな。神谷さん。ちょっとそれをやりたかっただけっていうね。男女逆転でやって、嘘でしょ。やばすぎでしょ。ちょっとやってみる。待って。男女逆転やばいな。マジ分かんなくなりそう。頭おかしくなりそう。ちょっと待って。待って。好きなの。予行練習なんて全部嘘。ユウのことが好きで好きでたまらないの。私、女の子らしくないし。いや、そりゃそうだろ。そりゃそうだろ。ちょっと待って、もう一回やるわ。待って。好きなの。ダメだろこれ。全部嘘。ユウのことが好きで好きでたまらないの。私、
女の子らしくないし、やきもちだった役し、デートもいっぱいしてくれないと嫌だし、わがままだし、バカだけど、だけど私と付き合ってほしいの。そうなの、俺じゃなきゃ無理だろ。こちらこそよろしくお願いします。嘘つきね、ごめんね、ずっと前から。やばすぎ。なんだこれ、やばすぎでしょ。画面で笑うわ、確かに。ちょっと待って、できるかな。だから私とかいうのを僕とかにすればいいってことでしょ。で、私って言えばいいんだよね。ちょっと 声だけお聞きくださいな感じかな。アフレコ面白いな。待って、好きなの。え、予行練習なんて全部嘘。ユウのことが好きで好きでたまらないの。僕、男のブロック…噛んだ。無理だろ、だって女の子って書いてあるもん。ちょっと待って。え？予行練習なんて全部嘘。ユウのことが好きで好きでたまらないの。僕、男の子らしくないし、やきもちだって焼くし、デートもいっぱいしてくれないと嫌だし、わがままだし、バカだけど、だけど僕と付き合ってほしいんだ。そんなの私じゃないと無理でしょ。こちらこそよろしくお願いします。なんか はい、うん、いやね、今僕っ子だったからなんか少年っぽく言った方がいいかなと思って。めめしい男の子と男前なの、そうだね。普通にやるのがなんだかんださ一番さ、なんか普通だから、なんか気まずいよね。語尾にうおってつけ、なんで。なんでな。待って、好きなの。ちょっと待って、練習しよう、練習。もう一回。なんて全部嘘。ユウのことが好きで好きでたまらないの。私、女の子らしくないし、やきもちだって焼くし、デートもいっぱいしてくれないと嫌だし、わがままだし、バカだけど、けど私と付き合ってほしいの。そんなの俺じゃなきゃ無理だろ。あ、遅れた。へえ、こちらこそ。ちょ、難しいよこれ。よろしくお願いします。あのさ、字幕の方を追っちゃうと難しいね。うん、ゆり、あー、ゆりか。いろんなやつあるね。いやさん早口、あのね、ちょっとあのこっち見てるとさ走っちゃう。ちょっと口を見るように頑張ろう。待って、どっちがどっちにしよう。
ゆりでしょ。はいはい。待っての方がちっちゃい子。待って。好きなの。え？予行練習なんて全部嘘。優のことが好きで好きでたまらないの。私女の子らしくないし、やきもちだって焼くし、デートもいっぱいしてくれないと嫌だし、わがままだし、バカだけど、だけど私と付き合ってほしいの。そんなの私じゃないと無理でしょ。こちらこそよろしくお願いします。嘘つきでごめんね。待って。好きなんだ。え、予行練習なんて全部嘘。ユウのことが好きで好きでたまらないんだ。僕男の子らしい。毎回噛むなここ。デートもいっぱいしてくれないと嫌だし、わがままだし、バカだけど、だけど僕と付き合ってほしいんだ。そんなの俺じゃなきゃ無理だろ。こちらこそよろしくお願いします。はあ。喜びすぎだろお前。何を見せられている私たちは。言っていいか。確かに。はい。嘘つきでごめん。そうだね、動画見ちゃダメだねこれね。男らしくない方が釣り合うけどね。確かに。赤宮さんの追加さんですよ。それいいな、それいいな。やろうやろうやろう。あ、面白い。なんかこれだけで遊べるじゃん。どんなだよ、すげえな。神谷さん、待って。待って待って待って、もう一回やろう、もう一回やろう。はっ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 。待って。好きなんだ。予行練習なんて全部嘘。ユウのことが好きで好きでたまらないんだ。僕女の子らしくないし、やきもちだって焼くし、デートもいっぱいしてくれないと嫌だし、わがままだし、バカだけど、だけど僕と付き合ってほしいんだ。そんなの俺じゃなきゃ無理だろ。こちらこそよろしくお願いします。すげえな。自業でいくか。待て待て待て、でもさ難しいよね。なんか待てよみたいな。待てよ。好きなんだ。予行練習なんて全部嘘。ユウのことが好きで好きでたまらないんだよ。俺女の子らしくも女の子らしくねえだろ。デートもいっぱいしてくれないと嫌だし、わがままだし、バカだけど、だけど俺と付き合ってほしいんだ。泣くなよ。そんなの俺じゃなきゃ無理だろ。こちらこそよろしくお願いします。
なんだこれ。なんだこれ。なつきちゃん、なつきちゃん、待って。おー、すげえすげえな、声優さんってすごい。好きなの。え、予行練習なんて全部嘘。ユウのことが好きで好きでたまらないの。私、女の子らしくないし、すげえ、気持ちだって焼くし、デートもいっぱいしてくれないと嫌だし、わがままだし、バカだけど、だけど私と付き合ってほしいの。キモタ任せろ。デュデュデュ、そんなの僕しないとダメでござるよね。可愛いでござるな。こちらこそよろしくお願いでござる。すげえ。待って、普通にやらせてくれ。好きなの。え、予行練習なんて全部嘘。ユウのことが好きで好きでたまらないの。私、女の子らしくないし、やきもちだって焼くし、デートもいっぱいしてくれないと嫌だし、わがままだし、バカだけど、だけど私と付き合ってほしいの。そんなの私じゃないと無理でしょ。こちらこそよろしくお願いします。ユリス最高。どうしよう、ゴリラ、それはアルファ君にやってもらおう。コミショ、コミショ喋れないで終わるみたいな。どうしよう、え、コミショって難しくない？そんな。めっちゃ遊んでる。めっちゃ遊んでるけど、感情込める、え、どういう感情込めるの？友情に変わったね。確かに確かに、イカさんユリ好きな、いやー、まあまあまあ嫌いじゃないね、全然。あ、え、あ、あ、オッケー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 、たどたどしい感じね、告白されてた、たどたどしい感じね。待って。え、好きなの。え、予行練習なんて全部嘘。ユウのことが好きで好きでたまらないの。え、私、女の子らしくないし、やきもちだって焼くし、デートもいっぱいしてくれないと嫌だし、わがままだし、バカだけど、だけど私と付き合ってほしいの。ちょ、え、そんなの私こちらこそよろしくお願いします。いや、ほとんど言ってねえし。いや、笑うわこんなんね。どうしよう。言うの顔とマッチしてない、本当にそれだわ。どうしよう、女の子の方で、女の子の方でコミチョだったら可愛いんじゃない？ワンチャンあるよ、それはワンチャンある。待って、あれ待ってって、あ、じゃあちょっともう絵はあんまり見ずに、待ってください。好きなんです。横電車なんて全部好きですけど止まらないの。私、女の子らしくないし、やきもちだって焼くし、デートもいっぱいしてくれないと嫌だし、わがままだし、